旅ね、やるよ。そんなわけでね、そんなわけで、まあ、だから昨日はね、夜食えなかった、何も食えなかった。本当、だから昨日朝、日曜日の朝さ、ラーメン食ったっち、何も食ってない。で、ここでご飯食べる。朝ごはん。ここで朝ごはん行こうと思う。朝ごはん。国籍麺と、まあ、山なんでね、そんなに食べないから。食籍麺。本当は2食行ったけど、水の量がないからね、中華そば。明星の商売で中華そば、塩味1食と。わかめご飯。アルファ赤米。わかめご飯を2袋食おうと思います。2袋と。それにね、この今回は国産乾燥、大根の乾燥のやつ、これを半分ずつ入れて、本当はね、これ2袋食いたいんだけど、ちょっと水の関係で、いっぱい入ったら、食べようか、本当。はぁ、まず、アルファ米用の氷を出そうかな。でもよかった、武器助かって。ああ、雷が起きなくてよかったよ、ほんと。すっごい。2時間か3時間ね、大雨、土砂降りの大雨で、雷ゴロゴロだったからね。やだな、雷が当たって死んじゃうかなとか思って怖かったけど。あ、でも今日はいろいろ山歩きしてて思ったんだけど、よくさ、山の中でさ、木の倒木とかってさ、あれ、こういった自然的なものあるのかもしれないねと思った。昨日、雷なんかがさ、起きてさ、それで山の中で倒れてる木の中にはさ、雷が起きて倒れたのあるのかもなと思ったな。ああ、でもいい研究した、こういうの。ある意味、アウトドアを始めて一つの経験かもしれないと思って、いい方に考えたいと思う。ね、死んじゃったらしょうがないでさ、生きてるってことはそう考える。うん、アウトドア始めてさ、ね、一つの経験と思う。これもいきなり山の中でものすごい雨降り出して雷がやなってどうしようもなく滑るとで野宿したっていうのも一つの経験だと思う。さて、ご飯食おう。でも水がだんだん明るくなってくるんで、もういきます。本当食えなかった。本当は中華そば2食食いたいけどね、水はね1リットルしかないんで、500円でこれ沸かして、あと残りの500円でご飯いこうと思うんで、これでちょうどいいと思う。うん、まあアルファ赤は2袋食えば結構満腹になるしな。あと汗臭、全身汗の匂いだ。たまにはこうやっていいんだよ、アートグラドらしく。フォトじゃないよ、これを出すな。サウスフィールドのパワー出す。バーナーが外です。アミカス、まあ、壊れてるけどね、着火装置壊れてるんでライターでつけます。いろいろと思いました。外のよりさ、プリムスの方がいいね、コンパクトは。プリムスの方がごとくがさ、すんなり収まる感じ見てると小さいやつ。今度からさ、プリムスにしようと思う。プリムス小型ないんだ。外のごとくがさ、なんかちょっとね、めんどくさい感じがして。そうした。まあ、買っちゃった以上しょうがないけどね。今度小型のバーナー買うとしたら、プリムスの買おうと思う。プリムスの小型の方がさ、ごとくがさ、なんか、しっくり収まるでしょ、あれ。見てると。今度そうしよう、プリムス。何ももうしなかったか、最初は。今度はプリムス買おうと思う。プリムスの小型のやつね。ガチャ、死にました。この辺かな。こっちのクッカーは使わない。あ、使うか。
服館の中に、ね、このストレック1000円の中に、ね、ダイソーの天然焼酎あれを入れてます。アルミ焼酎かね、ちょっと拭いて、ティッシュペーパーの中拭いて、まずお湯沸かして、昨日ものすごかった、ほんとね、たまんなかった、ほんとものすごい雨だったからね、ほんとバケツをひっくり返した雨、ドシャドシャで雷もゴロ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 、ピカ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 、怖かったよ、ほんとほんと。でもよかったよ、今麦で麦だからこうやって言うんだよな、はい、よかったよかった、お腹ペコペコよ、これで500不安定かな、大丈夫かな、うまい、水水もう500が2本ほどあるからさ、500が2本ほどあるんで、はい、1本目で即席麺いきます、1本でこれ乾燥野菜入れたらちょっと多めにして、これ500あるよね、そう半々ぐらい、これ通常だったらこの量で熱湯170なんだけど、乾燥野菜入れるんでね、乾燥野菜これを半々入れるんで、半分250までもいいかなと思って、じゃあ沸騰ね、じゃあお湯沸かします、よっしゃ、帰り七段水深とかで水取ろうかな、七段水深全然ないかな、あれ奥多摩小屋は5分ぐらいあるからな、水で、ね、水が七つ石のとこだって、飛び降りたからな、あ、ちょっと続かないか、こんな感じか、あ、だんだん明るくなってくるね、ライター、ライター、
ったね。よかった、ゼルタあったね。でも、ゼルタこういう時便利だけど、ゼルタの入り方とは実感できたね。そうなのよ。今夜の避難がやってあるんですよ。それで2時間噛み合いまして。ほんと、ほんと、今回ゼルタの入り方に限りでしたよ。これあって。なんかやばいですね。だから黙ったっていうことですね。そうですね、はい。汗だらけ。汗臭いけど。汗臭い。でも全然晴れるよ。多分、あ、ね、左手もね。すごい。ね、すごい。午前中はね、天気いいと思うんです。重かったかな。ちょっと大変ですね。こんぐらいにして。ちょっと噛んでやと思った。なんかお野菜たっぷりで。汁物はラーメンだけど。おいしかった？これで一人入れて、一人入れて、おいしい。早っ。火止めよう。はい、沸きました。まあ、置いとけば15分ぐらい置いとけばね、置くからね、適当に混ぜて、いいな、いい感じで適当に混ぜて、混ぜて、蓋して15分、15分だから30分ぐらいかな、この録画時間で30分になったらいい感じ。じゃあ、この赤米はこれで。15分ぐらい置いておきます。ちゃんと蓋して、これで15分ぐらい。15分で、次農業の商売の塩味、どんな蔵でも1本ぐらいでいいかな、最初のものはね、500もあれば下山だからね。うまいかな。わあ、だんだん明るくなってくるんだ、ほんとね。はあ、午後からか、まあ午後ならもう鴨さん降りてると思うもん。うちの産業に行けなかったからな。産やがさんせんだね、当たるのしない向こうの方から来てるんだね。やがさんせん、目の前から血が出てくるんだね。その
った時だったんだけど、怖かったな。さて、ほんと雷がゴロゴロで、でも落ちなくてよかったよ、ほんと。どこ落ちたかわかんないけど、今この辺には落ちなかったよ、だった。もう、いい天気で朝焼けだね。ララサンシャイン、ララサンシャイン、ララサン、爽やかな朝、あんなに泣いた夜が嘘みたいね、って言いたくなっちゃうね。さっきあんな、雷だったのにね。最後そこはね、汁落として汁物ないけどな、水だよ。温まる、でも温まるだろう、これ食ってくれるご飯はね、でかい背中嗅覚に選んでいます。食べたら嗅覚背中選んでいます。110の半端なの持ってきたんですよ、これ一回だけど。まあ、ほんとこのフリーズドラー系だけだったら食べるよね。一泊にあるぐらいでもね。おでんみたいな煮込みとかじゃなかったらさ、
お湯沸かしてるんだもんね、100円ぐらいの骨積面とかさ、これでお湯沸かしてるだったら110円で1個車、まあ、フルのやつだったらさ、結構1日を丸1日つけるね、うん、200とかで A ナンパクやるんだったら、まあ、ね、250円で1個明るくなってくる、ね、朝だ。でも本当に怖かったよね。髪の毛怖かったよ、うん、本当に怖かったよ。ものすごかったもんな。でもツイルトの相方みたいだったんで、ツイルトの相方みたい。このツイルト、あ、ヤキションの家でベランダのものなんだからな、干さないとね。買わなかったらよかった。テントも行かなかったから。予約券は置いた。ああ、朝の日差しがすげえいい感じ、これね。ああ、朝焼けってか、ね、もう朝焼けの雰囲気だから、もう。ああ、いいね。すげえいい感じ、これ。ねえ、すごいいい感じね。うん。ああ、朝日の中で、即睡するんだ。昼はこれ、ご飯物の取ったら昼それですよね。いろんなものでまして。あ、食料残ってるのはこの、だから一食残ってますね。まあそれでずっとね。あともった後、アルファ側が、まあ、また今度はね、理解ね。
これはね、うちの近くのプラスワンショップとかで150円って言ったから安いんで買っといた、ね、あんた有名なのはオニシって言うんだよ。オニシがよくみんなそうだよね。あれアウトドア動画見てってさ、だいたいあの子は構えてオニシってとこ使ってくるさ、ね、なんかね、うちの近くのお店でこれで、ね、このメーカーのアルファショップこれ150円で売ってたんだよね。これ買ったのだったんだ。普通買うとさ、オニシってさこのサイズで200何十円かするもんね。200円かするもんね。それ思えば普通の小売店150円は安いかなと思って買ったんだよ。まあ、違うお店で、うん、プラスワーショップするんで、それで持って安いと買っちゃったんで150円じゃ買えないもんね、このサイズは。あ、もういいじゃねえか、うん、もうそろそろこれ汁だ、汁物ご飯にこれにかましょうか。アルファカバーわかめご飯に大根の乾燥したやつ、乾燥した。おー、いい感じだ、いい感じだ、いい感じですね。うん、おうん、かわいい。だって普通に乾燥野菜入れてるんだからね。アルファーカ米、左にもある。アルファーカ米、大根の葉っぱの乾燥だけで。うん。うん。あ、おい。うん。うん。うま。本当にね、わかめご飯だけどもともと緑で、大根の葉っぱ緑なんだよ。また緑が多いやつね。昨夜大雨だからさ、トイレットの中で丸くなってたからご飯来なかったんだよね。ペコペコみたいな、ちょうど石尾のあたり景色見るかもね。ちょうどね、石尾のとこね、奥多摩小屋沿いとこ、もう飲めたの？普通だ。これも倒さないでいいね。でも山なんかね、水が貴重だからね。そしてでご飯炊くとね、粘っこいがあるからね、水洗いじゃ取れないもんだよね、粘っこさがね、うん、でもお湯沸かすだけだったらさ、拭き取るだけでもいいもんな、うん、この辺で2袋入れる。
今度ちょっと降るじゃな、この辺で2個目入れよう、うん、おー、いい感じだ。十分だね、これ食えば一人で一人で2袋食えば十分だ。あれは下手で歩くからね、もうそこでかんね。はい、2つ目、いい感じだ。手守りご飯大和食欲と葛飾って書いてある。今回の大和食欲と葛飾は早朝のアルファ構えです、うんうん、まあ早朝でいいだろうな。もう5時回ったとこだもん、ね、5時、まあ5時半ぐらいになるから、まあ、うん、怖かった雷が本当、はあ、怖くて涙出ちゃったもんだけど、ちょっとね、どうしようかと思って、これが最後かと思ったもん、はあ、ずっと起き、寝るため起きないでって願いながら、はあ、よかった。雨はほんとバケツをひっくり返すよ、大雨だし、うん、やっぱ奥多摩は75系の方がいいよね、マシミチよりやっぱ水の面ではね。奥多摩はやね、あそこ5分ぐらい下に降りるじゃないからな、水があれめんどくさいんだよな。70じゃ通り通りやからね。まあでも釣りとあるといいな、ほんとな。山は釣るとだよな。テントにもできるし、万が一の時もパッと広げてかぶっててそうもんな。あんな大雨だったら釣りとだじゃん。バックパックの中びしょ濡れだもん、全部。財布の中とか絶対濡れちゃうからな。でもあれでかぶったんだよ。一応スマホもこうやって生きてんもんね。お財布も大丈夫だったし。今変わるのやっからな、あれ電池までとかあれ濡れちゃったらな、ダメだったもんな、可能だもんね。でもよかったよかった。濡れてもいいのは100円玉が小銭だけだからね。お札は紙だしね、電池までカード系も濡れるとね、やばい時だもんな。
でもよかった、駐車場のおかげでその辺は無事。直接面だってさ、絶対引けちゃうよな、絶対あの、そういうバックパックだけどな、ものすごい雨だもんね、やっぱほんとバケツひっくり返せるな、みたいな、怖かった、あれ。ここも取れるの、この辺はさ、携帯入んないからね、標高1800、1900ぐらいか、山頂に千で奥多摩が1800なんで、多分1900ぐらいだからね。あ、山頂だるみは多分1500ないんだね、あれ。携帯入るとか、山頂だるみは昨日、直前3年だったとか。ただ、なんと携帯電波入るんで、風向きによって40になったり、ね、30になったり、うん。だから入るんだ、山頂だるみは。標高が多分1300ぐらいだと思う。少し低いんだよね。大体どこの山もそうでしょ、標高1300ぐらいまで携帯も入る、1300だから、そう、丹沢の遠野岳だったら春立小屋のとこまでは入る、あそこまでは携帯は入る、山頂辺だけど、うん、多分大山はね、山頂でも入るかもしれない、大山だったらね、1300だったらね、なんとか、まあ風向きでも変わると思うけど、まあ、さ、もう早速乾いてきたね、やっぱね、朝びしょびしょだったけど、うん、まあ、日差しも出てきた、虫も飛んできたね、虫じゃない、日差しのせいじゃないか、食べ出したからかもしれない、5分とか、でも日差しも高くなって虫も飛んできた、それはすごいな、うんうん、でも最高だよ、こういうの最高、
このスマホを置いてるテーブルは外のホッパーを置いてます。外しよう、ホッパー。食べ物飛んでくるんだよな、食べ物。もうや、ちょっとぐらい食っちゃおう。気にしない、気にしない。まあ、でかい虫。怖いよ。出てくる。うわ、いろんな虫が来る。これが昭和山だからね。いろんな虫が来る。さすが山。標高1900です、この辺はね。なんか暑いだろうな、もうこの段階でこうだもんな、うん、あの100円ショップのアルミのマットは役立つんだよね。あれちょうどいい。はい、おいしくいただきました、ご飯。まず汁飲んでおします。どれだ、どれだ、山だったらね、110円の満タンの1個でも足りるで買うからね、やられてでも一泊だったら確実に山は普通数日ずらいだけでお湯沸かすだけだったらね。今回のね、特設メニューとアルファカマと乾燥野菜なんだからお湯沸かすだけで、あとコーヒーもお湯だもんな、うん、you
気になりました。はい、これですよ。あ、うまかった。あ、満腹満腹、それが満腹なるよね、これだけでは、ね、あ、うまかった。あ、ちょっと食べてみましょう。割り箸は持って帰って焚き付けに使います。ちょっと手伝ったらよかった。これでよし、熱いぜ。よし、うまかったね。今洗っちゃったからな、濡れてるな。まあ、まあ、早いちゃう、気が早いですよ、これ。飛び出しちゃう。満腹満腹、いい感じ。これもいい。食ったらこれ一個だけでもいいよね。あれ別に持ってかないのもな、あれ知らなかったなくてもな、これ一個でもいいや。うまかった、うまかった。おいしくいただきました。あとは下山だね。まあ下山は同じだもんな。同じの下山。
なし。うなぎみ仲間さんこうさん。漫才するのもだなとこっくりなんとかまんぷかんぷくいい人気だたまったね、でも体もね以外でした。おすごい天気ですね。ね。じゃあ片付けな。37分で。じゃあ片付けもこれで動画撮れちゃうかな。片付けながらやろうか。片付け。